車と共に歩んできた人生だったんですけど、まあ、今は運転できなくて、だけど運転させてあげたいっていう気持ちがあったんですけど、僕自身が遊ぶっていう理由で買ったけど、まあ、それがおじいちゃんが遊ぶきっかけになって、まあ、楽しくプレイしてくれて、まあ、僕自身本当に幸せだし、でしかも今までより活性化できたっていうか、小さい頃からおじいちゃんと住んでたんですけど、その時お買い物行ったりとかどっか出かける時におじいちゃんが運転してくれて、それずっとちっちゃい頃から見てて、でだけどやっぱ年で、まあ、80何歳とかなった時に免許を返納したんですよ、まあ、大好きな運転もできなくなっちゃって、それこそも寝るような生活になってしまったんで、ここでやることがなかったから、何年ぶりにハンドルを握って足を動かして車を、まあ、ゲームの中だけど運転したんですよ、まあ、そっからやっぱりおじいちゃん、まあ、元気になったっていうか、でそれプラス YouTube で、まあ、多くの方が再生してくださって、まあ、おじいちゃんとても恥ずかしいっていうのもあるけど、まあ、嬉しいっていう気持ちもあったので今までずっと働いてきた人生だったんだけど、まあ、こうやって最後僕とおじいちゃんが過ごす上で、おじいちゃんが幸せにハンドルをプレイして、まあ、余生を楽しんでくれるのが僕自身一番幸せなので。